最近いい人に出会うと人ラブと叫ぶことにハマっています。お二人の素敵人ラブ体験教えてください。何ですかね、完全にこれ、はい、デュラガールストーリーズですね。おお、DGS だ。はい。はい。これ、イザヤ的なサムシングですよね。ですかね。ですよね、まあ。他にこんな新規なセリフ聞いたことないですからね。うん。確かに、確かに。でね、他ではありえない。もう成田先生以外考えもつかない。普通じゃないセリフなんでございますけれども。おー、でも嬉しいですね、なんかね。まあ、ありがたい話ですね。なんかありますか？これはラブだっていうもの。これラブ？まあ、僕なんかはね、非常にすぐね、思い浮かぶんですけれども。あ、そうなんですか？はい、例えば僕だったりすると、ジオカフェラブ！俺は半額パンが好きで愛してる！みたいなね。事実。はい。まあ今日もね、大量に買ってきてますから。本当に毎回毎回すごいっすよね。そうなんですよね。まあもう、何ですかね、うん。もう義務ですかね。そうですね。完全にもう、それぐらい好きです、ね。買う仕事ですよね、もうね。仕事、半額パンを買う仕事ですよね。まあ義務ですかね。なんでちょっといいように言ってんだ。まあね、ちなみに小野くん何かありますか？そうっすね。俺はあれかな。シリラブ！俺はシリが好きだ。愛してる。そして、その愛が高まったがゆえに、シリを固くできる。鍛えたからね。変態ですね。だってもうそういうキャラになっちゃったじゃん、今度ラジオでは。この間のイベントからこっち。3月20日のね、大共演のイベントでね。はい、はい。完全にそういうね、もう、作家さんの策略によりね。そう書いたからもう。いずれかそういう設定になりましたからね、小野くんのケツは硬くて、キックした足が折れる。折れてしまうっていう、どんだけだって話ですけどね。まあでも。それはもう尻への愛がすごすぎて。そうですね。鍛えすぎちゃった。はい。ケツってどう鍛えんの？ケツはそうですね。ケツスクワットですね。ケツワット。ケツワットですね。ケツワットとケツバットですね。ケツワットでケツバット。ケツワットでケツバットですね。ケツワット30本だっつって。1、ふんぬ !2、ふんぬっつって。で鍛えてる。ふんぬ。30本目。ふんぬ。ありがとうございましたって。なんですって。ものすごいセリフを汚された感がありますけれどもね。え？せっかくいいセリフなのに。いやまあでもね、その息は良しですよ。そうですか。なんかその勢いで言ったらなんか嫌いなもんでも好きになれんじゃねえかって気がしてきましたね。まあ今の勢いだといけますね。そうですね。なんかちょっと嫌いなものを克服するためにも、言霊ってありますから、ちょっと俺もなんか苦手なことを克服するために、嫌いなものをラブって言ってみようかなって。あんの？あります。あんの？人付き合いラブ！俺は飲み会が好きだ！愛してる！あんま行かないから。誘われねえし。まあね、あんまりイメージないですけどね。うん、克服できます？それ。いや、なんか、なれんじゃねえかと思って。目が泳いでる。誘われたら行きます。お、前向きですね。うん、行きますよ。じゃあ、俺もありますか、はい、俺も苦手を克服したい。おう、なんだ。これは絶対克服したい。お、なんだ。生放送ラブ！俺は台本なんていらない。生ラジオを愛してる。これから生にどんどん出るかもしれない。何を呼び越しになってんだ。なんで最後に保険かけてんだ。やれよどんどん。いやー、やりたいですね。お、マジで。やっぱラジオってその深夜放送とか聞いてた世代じゃないですか。やっぱでも、それって基本生ですよね。まあ、そうですね、あの、深夜帯って。いや、だから生でも喋れるようになりたいなって。まあまあ、そういう野望があるんだったらね。うん。どん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 前に向かって進んでいくといいよ。でもなぁ。何でもなーって。生で喋れちゃったら俺じゃねえもんなー。ああ。ベスト滑り賞返さなきゃいけなくなっちゃうし。ベスト滑り賞。いいんじゃないですか、生放送で滑り倒せば。そういうところからその手だ。その手がありますね。非常にいいじゃないですか。よし、頑張ろう。いやー、なんかね、これはね、いいんじゃないかって気がしてきましたよ。ぜひ、小野くんにね、これを言ってもらいたいね。これを克服したらいいんじゃないかな。差し込みの、
ドリブル。俺は無茶ぶりが好きだ。愛してる。言ったね。言ったね。ヒーロー言ったね。言ったね。言ったけど。ああ言ったけどさ。まあでもいいじゃないですか。シルフ月刊かおめでとうの歌もね、いい感じで歌えたから。カットされてなければ。そうか、うん。じゃあ、俺も神谷さんに。ああ、何ですか。一個あります。はい。これはい。どうぞ。一発ギャグラブ。俺は一発ギャグが好きだ。なんならこれ一つ披露するぜ。ちょっと待ってくれ。フォーマットが変わってるじゃないか。完全に。さあ、やってもらおうか。フォーマットが変わってるじゃないか。やってもらおうじゃないか。あ、じゃあ、わかりました。はい。モノマネします。初めて、はい。アオリプロダクション、鈴木光マネージャーのモノマネ。カメさん大丈夫です。大丈夫です。いけてますか。はい。大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。でも、ヒカル君さ、これ、あれだ。大丈夫です、カメさん、大丈夫ですか。大丈夫です。いや、ほんと、大丈夫です。いけてます、大丈夫です。終了これ、最近似てると評判なんだよね。はい、俺よく知ってるから、うん、もう途中で笑っちゃったんだけど。めちゃめちゃ似てる。めちゃめちゃ似てる。おろさん、おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、今日も、あ、ありがとうございます。ヤガールのゲームでお世話になりました。あ、ありがとうございます。はい、大丈夫です。なんでまだ何も言ってない。鈴木ヒカルマネージャーのモノマネです。大丈夫俺、弊社竹内の血を引くものですから、あれはすごい礼儀正しいですよね、弊社竹内の部下ですから、うん、部下っていうかまあその直下ですから、うん、もう似たようなこと言うんですよね。似たようなこと言うね、弊社竹内は大丈夫です神様大丈夫です、大丈夫ですって言うんだけれども、うん、鈴木ヒカルマネージャーもっと重々しいですから、うん、大丈夫です。小野さん大丈夫です。今台本届きますから大丈夫です。伝わらねえな、これ。伝わらねえけど。あれ、いいんだけどな。ああ、でも、うん。今のフォーマットはクリアしてました。それは認めましょう。一発ギャグではある。伝わらないけどね。伝わらない。もう一つあります。もう一個あんの、はい、ジョジョラブ、俺はスタンドが出せる。本当だよ。何これだ。フォーマットが違うじゃねえか。出してもらおうか。マジで。スタンド。マジかよ。じゃあしょうがないな。俺のスタンド、シャイニング鈴木。大丈夫です。カメさん大丈夫です。本当。逃げてますか。大丈夫です。今大丈夫です。大丈夫です。終了。なんだこれは。フォーマットが変わってんじゃねえかよ。楽しいね。完全なの俺に対する無茶ぶりじゃねえか。4年目楽しいね。おいおい、こんなんなんのかよ、ね、勘弁してくれよ。はい、おいデスコいかがだったかな。今回の俺はもう本当にひねりすぎだったけどね。ひねったね。いろいろやったぞこの野郎、はい。まあでもデュアラこれからも楽しみに見てくれよな。よろしくな。ありがとうございましたって。ってものすごいセリフを汚された感がありますけれどもね。え、せっかくいいセリフなのに。いやまあでもね、その息は良しですよ。そうですか。なんかその勢いで言ったらなんか嫌いなもんでも好きになれんじゃねえかって気がしてきましたね。まあ今の勢いだといけますね。そうですね。なんかちょっと嫌いなものを克服するためにも言霊ってありますから、うん、ちょっと俺もなんか苦手なことを克服するために嫌いなものをラブって言ってみようかなって。あんの？あります。あんの？人付き合いラブ！俺は飲み会が好きだ！愛してる！あんま行かないから。誘われねえし。まあね、うん、あんまりイメージないですけどね。うん、克服できます？それ。いや、なんか、慣れんじゃねえかと思って。目が泳いでる。誘われたら行きます。お、前向きですね。行きますよ。じゃあ、俺もありますか、はい、俺も苦手を克服したい。おう、なんだ？これは絶対克服したい。おう、なんだ？生放送ラン！俺は台本なんていらない。生ラジオを愛してる。これから生にどんどん出るかもしれない。何をお呼び欲しいなってんだ。なんで最後に保険かけてんだ。やれよどんどん。いやー、やりたいですね。おっ、マグパンを買う仕事ですよね。まあ義務ですかね。なんでちょっといいように言ってんだ。まあ、ね、ちなみに小野くん何かありますか。そうっすね、うん、俺はあれかな。シリラブ、
俺は尻が好きだ。愛してる。そしてその愛が高まったがゆえに尻を固くできる。鍛えたからね。変態ですね。だってもうそういうキャラになっちゃったじゃん、今度ラジオでは。この間のイベントからこっち。3月20日のね、大共演のイベントでね。はい、はい。完全にそういうね、もう、構成さんの策略によりね、書いたからもう。いずれかそういう設定になりましたからね、小野くんのケツは硬くて、キックした足が折れる。折れてしまうっていう、どんだけだった話ですけどね。まあでも。それはもう尻への愛がすごすぎて。そうですね。鍛えすぎちゃった。はい。ケツってどう鍛えんの？ケツはそうですね。ケツスクワットですね。ケツワット。ケツワットですね。ケツワットとケツバットですね。ケツワットでケツバット。ケツワットでケツバットですね。ケツワット30本だっつって。1、ふんぬ !2、ふんぬって。で鍛えてる。ふんぬ。30本目。ふんぬ。マジで？やっぱ、ラジオって、深夜放送とか聞いてた世代じゃないですか。やっぱでも、それって基本生ですよね。まあ、そうですね。深夜帯って、はい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 。いや、だから生でも喋れるようになりたいなって。まあまあ、そういう野望があるんだったらね。うん。どん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 前に向かって進んでいくといいよ。でもなぁ。何でもなぁって。生で喋れちゃったら俺じゃねえもんなぁ。ああ。ベスト滑り賞返さなきゃいけなくなっちゃうし。ベスト滑り賞。いいんじゃないですか、生放送で滑り倒せば。そういうところからスタートすればいいわけです。その手がありますね。非常にいいじゃないですか。よし、頑張ろう。あ、いやー、なんかね、これはね、いいんじゃないかって気がしてきましたよ。ぜひ、小野くんにね、これを言ってもらいたいね。これを克服したらいいんじゃないかな。うん。差し込みの、アドリブラン！俺は無茶ぶりが好きだ。愛してる！言ったね。言ったね。ヒーロー言ったね。言ったけど、言ったけどさ。まあでもいいじゃないですか。シェルフ月刊化おめでとうの歌もね、いい感じで歌えたから、カットされてなければ。そうか、うん。じゃあ、俺も神谷さんに、何ですか？一個あります。はい。これはい、どうぞ。一発ギャグラブ！最近、いい人に出会うと人ラブと叫ぶことにハマっています。お二人の素敵人ラブ体験教えてください。何ですかね、うん、完全にこれ、はい、デュラガールストーリーズですね。おお、 DGS だ。はいはい。これイザヤ的なサムシングですよね。ですかね。ですよね。他にこんな新規なセリフ聞いたことないですからね。うん。確かに、確かに。でね、他ではありえない。もう成田先生以外考えもつかない。普通じゃないセリフなんでございますけれども。おー、でも嬉しいですね、なんかね。まあありがたい話ですね。うん。なんかありますか？これはラブだっていうもの。これラブ。まあ僕なんかはね、非常にすぐね、思い浮かぶんですけれども。あ、そうなんですか。はい、例えば僕だったりすると、ジオカフェラブ！俺は半額パンが好きで愛してる！みたいなね。事実。はい。まあ今日もね、大量に買ってきてますから。本当に毎回毎回すごいっすよね。そうなんですよね。まあもう、何ですかね。もう義務ですかね。そうですね、完全にもう、それぐらい好きです、ね。買う仕事ですよね、もうね。俺は一発ギャグが好きだ。なんならこれ一つ披露するぜ。ちょっと待ってくれ。フォーマットが変わってるじゃないか。完全に。さあ、やってもらおうか。フォーマットが変わってるじゃないか。やってもらおうじゃないか。あ、じゃあ、わかりました。はい、モノマネします。初めて。はい。アオニプロダクション、鈴木光マネージャーのモノマネ。カメさん大丈夫です。大丈夫です。いけてますか？はい。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。でも光くんさ、これあれだ。大丈夫です。カメさん大丈夫ですか？大丈夫です。あ、ほんと大丈夫です。いけてます。大丈夫です。終了。これで最近似てると評判なんだよね。はい、俺よく知ってるから、もう途中で笑っちゃったんだけど。めちゃめちゃ似てる。めちゃめちゃ似てる。おろさん、おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、今日も、ありがとうございます。ヤガールのゲームでお世話になりました。ありがとうございます。大丈夫です。なんでまだ何も言ってないんだけど。
鈴木ひかるマネージャーのモノマネです。大丈夫俺、弊社竹内の血を引くものですから、うん、あれはすごい礼儀正しいですよね、弊社竹内の部下ですから、うん、部下っていうかまあその直下ですから、うん、もう似たようなこと言うんですよね。似たようなこと言うの、弊社竹内は大丈夫です、神様です、大丈夫です、大丈夫ですって言うんだけれども、うん、鈴木ひかるマネージャーもっと重々しいですから、うん。